できないはない。周りのスタッフにもそういう、できないはないが基本。僕は言ったことを必ずやる、有言実行。だからできませんと言われれば、できないんじゃない、どうすればできるのかを実践できる思考になれ、そう伝え、やり抜くことを癖づける。もちろんこれを言われても最初は意味がわからないだろう。だが彼らに対し常に言い続けていると、これはできないと思い込んでいたことがどうすればできるのかという思考に徐々に変わっていく。そしてできるまでやるという行動が、やればできるという結果を生む。僕のスタッフは大変だろう。ガクトはすこぶる厳しい。もういいよその辺で、など絶対に言わない。代わりに、ぬるい、と一言で終わる。